芝市場ってんだ。さっさと終わらせるか。まったくひどいありさまですな。復旧作業をしろと言われてもどこから手をつけたらいいか。暮らしに必要なのは水。まずは井戸の修復からでも始めてみるか。なんだこれは。殿、よろしいか。ああ。これは歴代の天使に代々受け継がれる帝剣の象徴、伝国の玉璽。帝府でも冗談を言うことがあるのだな。我が輩が信じられぬか。いや、お前が言うならそうなのだ。しかし、なぜ今俺のもとに。殿が天下を狙うための正当性を得られた。そう解釈したくもなるものだが。そうですとも、殿。さっきの戦で殿は最高に目立ってましたからな。俺は官室の中心を自負していたのだが、これをどう扱うか。俺は天に問われているのかもしれんな。これの扱いは後でじっくり考えるとしよう。今は民の安寧を取り戻すのが先だ。みな、よいな。関心董卓は倒れた。これでひとまず天下は静まるであろう。ご苦労であったな、孫権。お前の優先、私も聞き及んでおるぞ。董卓が倒れ、連合軍は解散となった。だが各地へ戻った諸侯に不穏な気配が。特に演術などは私に含むところがあるようだ。そこで仮に、いや万が一だ、もしも私と炎術が戦うようなことがあれば、その時はこの炎本書に着くのだ。悪いようにはせんと約束しよう。孫権殿、炎書は何と。いざという時に組みせよと。要は配下になれという誘いだった。なんと炎章め、何をもってそのようなことを。無論これよりの騒乱のためであろう。董卓の騒ぎで各地の軍友は目を覚ました。天下とは力で手が届くものだと気がついたのだ。ならば。なるほど、目立ちすぎるのも考えものですな。でもよ親父、炎章についたりはしねえんだろ。ああ、誘いは断ってきた。炎家の争いに俺たちが加わる理由も必要もない。さて、戦は終わったのだ。俺たちも調査に戻るとしよう。帰ったら炎術のもとへ向かう。何でも俺に話があるらしい。さっきの炎章の話の後だ。何やらきな臭いがな。なあ、今は何か音がしなかったか。何者か。このような時間に失礼。下級にて要件だけ申し上げます。間もなくここに賊が押し入ります。急ぎ支度を。なんと、どういうことだ。説明している暇はありません。さあ早く。
本拳を捉えろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ。玉璽を奪え。玉璽が目的か。よもや、まあよい、まずは敵兵を蹴散らすぞ。テレア、テレア、はいはいはい、パーステア、トレス、これで消えてくれよな。賊のことを知らせてくれたのはお前か。感謝する。はっ、恐縮です。君はロシク、ロシクではないか。あなたは周瑜殿。そうか、孫家に仕えていたか。殿、この者は私の父、信頼できる男です。改めてロシケイと申します。今は炎術殿に仕える身です。そして先ほどの賊は炎術殿の私兵です。なんと、炎術殿がわしらを、いや殿を狙ったというのか。おそらく狙いは孫権殿が持つ伝国の玉璽、それを奪うため賊を装った兵を差し向けたのです。ことは先ほどの襲撃だけではありません。炎術殿は孫権殿の奥方をさらい質に取っています。なんだと。嘘、母様が。我が主ながら卑劣な策です。感化できずこうしてお伝えに参った次第です。己炎術、ただでは済まさんぞ。ああ、絶対許しておけねえ。てめえが何をしたか思い知らせてやるぜ。二人とも落ち着くのだ。軽々に動けば御母堂の命が危ういぞ。ロシクと言ったな。重ねて礼を言う。ついでと言ってはなんだが、頼みを聞いてくれるか。今すぐ炎術と話がしたい。居室に入り込む手引きをしてくれ。は、喜んで。